9月2日、南セブランドの認定書授与式が行われ、今回新たに1品目の商品が南セブランドに認定されました。南セブランドは南瀬町の豊富な資源を活用した優れた商品をブランド化し、情報を発信することで地域経済の活性化を狙いとしています。今回は新たに独自性、信頼性、将来性などの基準を満たした東宮の丸久水産が町内の湾内で生産する養殖本マグロである三重マグロが新たに南伊勢ブランドとして認定されました。三重マグロは南伊勢町内の湾内に設置した大きな円形の生けすで養殖を行っており、餌は巻き網漁船で漁獲した新鮮なアジ、サバ、イワシを与えながら4年から5年という長期間にわたる飼育を経て出荷されます。主な特徴として品質の良いトロが味わえることと、徹底した品質管理によるトレーサビリティの確保などが挙げられます。今回の認定により、現在登録されている南伊勢ブランドは24品目となり、今後町内外へ向けて PR されていく予定です。